突然降り出す強い雨。数キロ程度の狭い地域で起きる局地的大雨は、いつどこで起こるかの予測が難しく、毎年各地で深刻な被害をもたらしています。どうしたら局地的大雨を正確に予測できるのか。この課題に最先端の科学が挑戦しています。集中豪雨には大きく2つの種類があります。 一つは台風や梅雨前線に沿って数百キロメートルにわたる広い範囲に降る雨で一般的に集中豪雨と呼ばれる雨です。もう一つは数キロから数十キロメートルといった狭い範囲に短時間非常に強く降る雨、局地的大雨です。ゲリラ豪雨とも呼ばれるようにその予測は困難で時に大きな被害をもたらしてきました。例えば

局地的な大雨の方は、まだ非常に予報が難しいのが現状で、まあ我々の研究室では、そういうものをあの予報できるようにしたいと。気象予報には、二つのステップがあります。一つは、観測データから予測計算に用いる初期値を作るステップで、データ同化と呼ばれます。もう一つは、初期値をもとに予報モデルを使って将来の気象を計算するステップです。 予報モデルでは空間を計算格子と呼ばれる領域に分割し、コンピュータで計算を行います。現在、気象庁の予報モデルは 5km の計算格子を使っています。しかし、局地的大雨をもたらす積乱雲の大きさは 10km 程度しかないため、現在の計算格子では荒すぎて捉えることができません。ある現象をモデルで表現するためには、えー その現象のスケールの5分の1ぐらいの解像度が必要になります。ですので、5キロぐらいの解像度ですと、まだ積乱雲はモデルの直接の予報対象にはなっていないのが現状です。気象研究所では、計算行使の大きさを現在の5キロメートルから2キロメートルにする研究に取り組んできました。これによって、局地的弱みをもたらす積乱雲の一つ一つも捉えることができるようになりました。 計算講師を変えて予測計算を行った結果です。5km の講師では捉えられなかった雨が 2km では予測できていることがわかります。気象予測計算のもう一つの課題が初期値の精度向上です。特に積乱雲の予測には水蒸気量の正確な把握が重要です。気象研究所が取り組んでいるのが GPS 衛星からの信号の遅れの量から水蒸気量を測る方法です。複数の GPS 衛星からの信号を個別に解析し、現在の予報よりもさらに高い精度で水蒸気の分布を把握する手法を開発中です。このような局地的大雨を予測できるような気象計算を実現するためには、現状のおよそ1000倍の計算能力が必要となります。 気象研究所では海洋研究開発機構などと協力して次世代スーパーコンピューター K を使ってより精度の高い気象予測計算に取り組み始めています半日前に市町村単位でどれぐらいの強さの雨がどれぐらいの確率で降るかというところまで予測できるようにしたいと考えていますでこれがうまく実現できるようになると実用的なリスクマネジメントや防災対策に非常に有効ではないかと考えています 日々進化する気象予測計算。今まで難しかった局地的大雨の予測を可能にし、多くの人命が救われることが期待されます。